改札着いたら入場券渡すわ。了解。ん？あれ？お客様、入場券2枚入れました？え、いや、何か意図があるんですか？ないですよ、間違って2枚買っちゃって。なら返金しますよ。なんで言ってくれなかったんですか？140円ぐらいいいかなって思って。そんなことないと思うんですが、不正乗車の手助けをしようとしてましたか？え？入場券を2枚通して入り、どこからか安い切符で来た友人に渡して、一緒に改札を出るつもりでしたか？いや、そんなこと。目が泳いでますよ。いや、違うんです。念のため警察に事情聴取をしてもらいます。スマホの履歴などはそのままにしておいてくださいね。うわー、おやきん。はい、どうされました？今日も JR 遅れとんのか。申し訳ございません、大雨の影響で遅れております。本当に使えない路線だな。そんなに遅れるんだったら廃止にしちまえ。申し訳ございません。お前じゃ話なら駅長呼べ。駅長ですか？そうだ、駅長呼べって言ってんだよ。かしこまりました。お待たせ、駅長のタクポヨだよ。え？おっちゃん、何怒ってんの？スマイルスマイル。なんでタレントのタクポヨちゃんがここに？一日駅長ナウなの。大ファンです。嘘、ウレッピー、旗あげちゃう。キュンです。すいません、遅れました。あれ？あれ？転校生の西川くん？あ、はい、遅れてすいません。いいんだよ、誰も待っちゃいないんだから。担任のあるがね。お願いします。クラスのみんなは？ああ、今日もみんな休みだよ。なんでですか？電車が9万分遅れてるみたいでな。え？ 2 ヶ月遅れってどういうことですか？電車で暮らしてるんですか？通学に80日かかるやつもいてな。どこから通ったらそうなるんですか？先生、騙されてますよ。そうなの？じゃあ西川くんが69人兄弟っていうのも？それは本当です。すいません、駅員さん。はい、どうされました？早加減が反応しないんですが。拝見しますね。お願いします。はい、お預かりします。コインでキュキュキュ、コインでキュキュキュ、何回やっても当たらへん。なんでやねん。これ外れ券やないですか。あー、間違えました、こっちです。はい、お預かりします。ズル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 、うどんの腰は日本一。なんでやねん。これ香川県やないですか。あー、こっちでしたわ。はい、お預かりします。タオバオは羽があるのに飛べないんだね。パッカ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 、なんでやねん。これ映画ドラえもん、のび太と南極カチコチ大冒険やないかい。正解です。誰がわかんねん。おはー、20分の遅延証明書です。あざーす。お前らにはもう授業はせん。おい、このパターン誰か呼びに行かないとだぞ。お前行ってこいよ。嫌だよ、お前が行けよ。おい、誰が行く？おはー、何やってんの？あー、先生が怒って出てっちゃって。え、じゃあ呼んでくる。え、パラッチどうしたの？クラスでちゃんと反省し、今後の改善策を立てたのか？知らねえし。トリマ、せっかく学校来たんだから授業やってよ。え、お前は分かっとらん。もうツンツンしないの。やめろ。ギャル強。おい、お前ら。はい。電車遅れたんだから切符代返せよ。払い戻しのルールが2時間以上遅れた場合でして、今日は15分ですので。ふざけんな、お前ら。今日はタクポヨちゃんの握手会に来たんだぞ。せっかく一番に並べると思ったのに台無しだ。申し訳ございません。これはきっちり責任を取ってもらうぞ、このボケなすが。そう言われましても。もういいわ、こんな脳なしと話すだって時間の無駄だ。これでタクポヨちゃんと握手できなかったら分かってんだろうな。はい、こちらで検温を行います。はい。あー、38度あるのでお帰りください。おかしいだろ。あー、暑いなん？なんだこの香り。扇風機最高。いいぞ小型扇風機、お姉さんの香りを俺に運ぶんだ。あっちな、まったく。ん、いい匂いすんな。どいてくれ。すいません、キンさん。はい、どうされました？15分の遅延証ください。かしこまりました。では20分におまけしときますね。え、ありがとうございます。お気をつけて。すいません、どうされました？15分の遅延証ください。かしこまりました。では60分におまけしときますね。え、いいんですか？ごゆっくりいってらっしゃい。ちょっと行き。はい。15分の遅延証よこせ。はい、どうぞ。すいません、おります。あれ、電車の中にキーホルダー落としてまった。駅員さん。はい。さっきの電車に象のキーホルダー落として待って。あー、多分見つかんないっすね。そうですか。お姉ちゃん、どの辺乗ってたの？え、一番前です。ちょっと待ってて。はい。
東京駅より有楽町駅取れますか？はい、有楽町駅です。次の外回り1号車付近におきまして、ゾウのキーホルダー捜索できますか？あ、ちょうど着くんで見てきます。お願いします。ゾウさん捕獲しました。了解です。お姉ちゃん、ゾウさん見つかったよ。よかった。茨城のおばあにもらった大切なものだったんです。お姉ちゃんの悲しそうな顔見たら助けてあげなきゃって思ってね。東京にもこんな優しい人がおったんですね。僕らはいつでもお姉ちゃんの味方だよ。すいません、ケンさん。はい、どうされました？埼玉新都心に行きたいん。どうされました？そうだ、京都行こう。え、あー、会社のポスターですね。へー、メンズ TBC 男を割ったクリーンに。え、あー、脱毛のポスターですね。北畑川自動車学校。何この人、さっきから目についた文字読んでるだけじゃん。電源オフ。あ、最後に切り忘れないように。榊原。うちの社員の名前です。一人旅の海でいちこ。もうやめて。今日行ったら休みだし頑張るか。器用だな。電車の中でよくメイクできるわ。え、聞こえてた？見ないでおこう。え、ひげ剃ってる人もいんじゃん。泡どこで流すつもりだよ。あー怖い怖い、見ないでおこう。あれは本当に見ちゃダメだ。絡まれたらおしまいだ。俺に話しかけてる？聞いたら終わりだ。無視無視。ハンカチ落としましたよ。いい人だった。こちら乗り換え改札でーす。あれ、お客様、切符を入れてからタッチでお願いします。あ、お客様違います。切符先に入れてタッチです。え？切符を入れてタッチか？僕にじゃないです。IC カードをタッチしてください。カードにタッチじゃないです。そこの光ってるところにタッチしてください。よいしょ。モグラ叩きみたいになってんじゃん。もう僕がやりますね。頼んだよ。え、大丈夫ですか？ちょっとお兄さん。お客様、具合はどうですか？苦しかった。一体何があったんですか？トンネルで息止めてたんです。なんでですか？トンネルって悪い空気があるんで、息吸っちゃダメって母に教わったんです。あー、なるほど。その遊び小学生までだろ。しかもここ地下鉄だからほぼトンネルだぞ。いやー、死ぬかと思った。無理はしないでくださいね。はい、次からガスボンベ背負ってきますね。やれやれ。すいません、駅員さん。はい、どうされました？鉄道開業150周年を記念して街でインタビューをしてきました。え、それじゃご覧ください。電車がなかったら学校に行けないんで、青春をありがとうって感じです。彼と遠距離してるんですけど、いつも新幹線で彼の家に向かってる時間がドキドキで幸せです。通勤で使ってるんですけど、ほとんど遅れがなくてすごいなって思います。かっこよくて好きです。やっぱりあれだな、終戦の時に鳴り響いた汽笛の音、あれには勇気をもらったよ。たくさんの方の思いを乗せて今日も走ってるんですね。ご乗車ありがとうございます。おい、邪魔だ。あ、すいません、ただいま改札の点検を行っております。ここを通りたいんだ、どけ。ん？点検中ですので隣を使ってください。なんだクソ野郎、そんなしょうもない仕事して楽しいか。え、俺だったらな、そんな日の当たらないくだらない仕事まっぴらごめんだ。おいごろてめえ、お前は電気がつくことを当たり前だと思ってねえか。え、同じ時刻に同じ電車に乗れることが当たり前だと思ってねえか。なんだよ。お前が知らないところで日々の当たり前を守ってる人がいるんだよ。それを当たり前に思わせてくれる特別さがわからないか。え、当たり前の裏側には日の当たらないところで輝いてる人がいることを知ってほしい。おい、おい、ゆき。はい。あそこの踏切長すぎるんだよ。そのせいで会社に遅刻したじゃねえか。あー、そうでしたか。電車がまだ発車しないのにカンカン鳴らしやがって、迷惑極まりない。申し訳ございません。朝から何分待たせたら気が済むんだ。あんな踏切ぶっ壊せ。おいごらてめえ。え、何のためにあるのか考えたことがあるか。知らねえよ。発車する前から踏切が鳴るのは万が一を考慮してんだよ。オーバーランをした場合、
人や車にぶつからないように遮断してんだよ。踏切は人と車と列車全ての安全を守るためにあるんだよ。それでもぶっ壊すか？いいえ。ちょっと行き。はい、どうされました？西九州新幹線ってそんなに短いのか？はい、日本一短いんです。いつも新幹線で駅弁食うんだけどよ、完食する前に終点ついちまうんじゃねえのか？始発の長崎から終点の武雄温泉までは最短で23分です。それじゃ咀嚼が追いつかねえよ。いつも30分はかかるからよ。ちょっと急いで食べてください。まったく。距離で言うとどんなもんなんだ？東京から小田原の手前ぐらいの長さですね。短いな。その距離で新幹線乗ったことないぞ。短いですが車内はゆったりしていて、温泉などの観光地もたくさんあって素敵ですよ。まあ百聞は一見にしかずってことか。行ってらっしゃいませ。すいません運転手さん。え？遅延証ください。そんなもんないべ。え？もういいですよ。失礼します。ああ、転校生の宗男くんだべ。あ、はい。みんな転校生の宗男くんだべ、よろしくな。どこか。あの、マスクしなくていいんですか？マスク？風邪ひいとんか？いや、コロナなんで。コロナ？駄菓子かなんかか？いや、今世界中で流行ってるコロナですよ。初めて聞いたべ。初めてだ。暮らしていけるかな。すいません駅員さん。どうされました？10分の遅延証ください。どうぞ。ありがとうございます。失礼しまーす。あれ？あれ？胸を、何やってんだよ。あ、先生、みんなは？今日は成人式でみんな休みだろ。成人式？だって僕らまだ18ですよ。今年から18で成人扱いだろ。え？マジですか？電車で行ったら間に合わないから一緒に行くぞ。え、先生も参加するんですか？今年20歳だからな。見てママ、あっちに新幹線が走ってる。そうすけ、静かにしなさい。新幹線のぞみ号だ。すごーい。うるせえなクソガキ。すいません、静かにさせますので。親なら早く黙らせろ。ソウスケ、泣かないの。ソウスケくん、こっちおいで。うん？車掌さん。車掌室からはもっといろいろ見えるんだよ。すごい。ありがとうございます。タクポヨちゃんのアイシャドウめっちゃ可愛いね。マジ？あざまる。どこで買ったの？スリーカインズ。意外だね。あ、ついたよ。だる。すいません。え？これ忘れてますよ。あ、タクコちゃん行こう。あ、うん、ありがとうございます。今日からこのクラスに転校してきたハヤテくんです。え、おやきん。はい、どうされました？今日は電車遅れてたのか？いえ、今日遅れはありませんが。学校の教師をしてるんだけどよ、うちの学校の生徒が遅延証を出してきたんだ。今日は遅延証の配布は行っていませんね。じゃあどこから手に入れたんだ？なんででしょうか。何を言っておる。ああ、榊原助役。え？お前何やっとんだ。お前おったんか。今日うちの学校の生徒に遅延証を配ったろ。知らんよそんなもん。こっちは忙しいんだ、帰れ。こっちも忙しいんだ、早く答えろ。え、お二人の関係は？双子だ。ちょっと何事ですか？お前たちがベンチを占領したんだろ。座ってただけじゃねえかよ。しょうもないことで揉めてんな。お前らは座る必要がない。働いてきた大人に座らせろ。よく見たらクレーマーの横山じゃねえかよ。誰にでも突っかかるんだな。お前が解かないならこっちも抵抗するぞ。どうやってすんだよ。もちろん拳で。なんか聞いたことあるセリフだな。拳で抵抗するぞ。いい大人が何言ってんだよ。だる。電車来たんで帰ります。ザコが電車乗らねえんだ。蜂だ。じゃあ、うわ、窓から追い出せ。お前がやれよ。嫌だよ、刺されたら死ぬぞ。もううっせえな。どうしたの？あ、タクポエちゃん。もう来んなよ。ギャル強。すいません駅員さん。自衛章ですか？こちらお納めください。カントリーマームか。はい、20枚な。あざーす。失礼しまーす。胸を、遅刻したのか？これ、遅延証です。あれ？日付がだいぶ前になっとるぞ。あれ？どうせ遅延証をストックしてるんだろ。やっべえ。汚れんように、これで遅延証ケースでも買ってこい。え？足りんかったら言ってくれ。ペイペイで送金するから。優しすぎるって。電車がジャックされてますよ。え？どういうことですか？山手線がジャックされてるんですよ。ネトフリに。あー、黒い山手線のことですか？そうです。車内も広告だらけで、車体もロゴで埋め尽くされてるんです。そうですよね。
実は黒い山手線は鉄道開業150年記念の電車で、開業当時の蒸気機関車をイメージして作られたんです。え、ネットフリがジャックしたんじゃないんですか？違うんです。今回この黒い山手線にドンピシャに広告をぶち当ててきたのがネットフリックスの戦略だったんです。なんと恐るべきネットフリックスですね。帰ってイカゲームでも見てきます。お客様、一度下がってからもう一度タッチをお願いします。クソが！お客様、一歩下がってください。クソが！手を挙げろ。どうぞタッチしてください。なんでだ？タッチがうまく反応しなくてエラーになっているときは、一歩下がらないとエラーが治らないんですよ。そうなのか。その場でもう一度タッチしても、センサーが切符を持ってない人が侵入してるよって判断しちゃうんですよね。それで俺を後ろに下げたのか。手荒な真似をしてしまいました。本当だよ、口で言ってくれればよかったろ。言ってましたよ。バラッチ、スマホ返して。お前は何回目だ？100回ぐらい。バカもおちょくっとんのか。ねえ早くして、映画始まっちゃうから。昼過ぎてからゆっくり学校に来て携帯いじって、帰りも早く帰って映画か。いい身分だな。ねえ説教とか受けるんだけど、ねえバラッチも一緒に映画行きたいんでしょ。お前が見るようなお子ちゃまな映画は見たくないわ。トップガン見るんだけど。ああ行ってやってもいいけどな。くんなし。おい聞こえねえぞ。榊原さんどうされました？何も聞こえない。何も聞かせてくれない。壊れかけのレディオですか？ちげえよ、俺のイヤホンが聞こえなくなったんだよ。なんでですか？最近みんなイヤホンの紐切ってんだろ。だから俺も真似して切ったら聞こえなくなったんだよ。あれみんな紐切ってるわけじゃないんですよ。どういうことだ？ワイヤレスイヤホンって言って、最初から紐がないんですよ。ワイがどうしたって？ワイヤレスです。え？でも紐がなくてどうやって携帯と繋いでんだよ。 Bluetooth です。 Bluehearts？ Bluetooth です。何言ってるかわからんわ。コンビニで紐だけ買ってくるわ。売ってないですよ。本当にお前らはどうしようもねえ奴らだ。たくさんの人に迷惑をかけて、親を悲しませて、本当に不良の集まりだ。でもお前らは仲間だけは大切にできる。だからよ、これからも仲間だけは裏切るなよ。うっす。チーズ。よし、じゃあお前ら走るぞ。は？は？夕日に向かって走る。なんでだよ。二人青春だね。何事ですかお客様。どうされたんですか？僕トーマスでしょうね。トップハムアット今日お疲れ様です。違いますよ、何なんですか？今日はハロウィンですよ、楽しんでくださいよ。あ、ハロウィン。最近イベントの時仕事ばっかだから完全に忘れてたわ。駅員さんもカボチャのコスプレ似合ってますよ。誰がカボチャですか？してないですよ。僕は何番線に行ったらいいですか？どこもダメですよ。なんでですか？子供たちが僕に乗るのを楽しみに待ってるんですよ。待っちゃいないですよ、渋谷でも行ってきてください。渋谷は怖いですよ。じゃあ新宿とかでいいんじゃないですか？やっぱり車庫に帰ります。無理してんな。